ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。またまた、お酢でクリーニングします。お酢は、疲労回復や殺菌作用があります。1日大さじ1杯、15ml までです。聖武五線形を走らせます。赤いラインか、矢のようだから、レッドアロー号と呼ばれています。西武初の本格的特急用車両です。西武池袋線で、池袋から西武秩父駅までを走っていました。今は、富山地方鉄道を走っています。車内チャイムも、この時からずっと一緒です。ぼやけましたが、電気鉄道工学の本です。話を戻して、西武五線形は、電動化無軸式抵抗制御装置で、直流電動機を動かして走ります。足が窪から横で区間は 25% の急勾配で、翼速ブレーキを持っています。抵抗制御なのは、電動機の出力が150kW出せるからということで、ご視聴ありがとうございました。